どうも皆さんこんにちは、エマースです。今回は滅日歴戦の帝王の乱差安定攻略というよりも、まあ、ご本題をどうやって出すかに関しての攻略法をお教えしたいと思います。自分もこれなかなかできなくて、まあ、初日ずっと戦ったんですけど、今まで自分が意識してこなかった、知らなかった知識ですね、それがあったがために5分台が安定しませんでした。なのでめちゃめちゃ勉強しました。で、どうやったら詰められるのかっていうのが分かったので、そちらの方情報を共有していこうかなと思います。ランスレー手をめちゃめちゃ楽しいんですけどね、時間かかっちゃうんですよね。まあそこマジでネックだなと思うので、そこを改善していきましょう。で、大事なポイントっていうのが2つあるので、まずはその紹介ですね。まず1つ目がダウンループは今回発生しないっていうところになります。で、ダウン、まあ手をはダウン、一定ダメージを与えればダウンして、でその後一定ダメージを与えればひるみます。でまた次一定ダメージを与えればダウンのループなんですよね。クシャはその一定ダメージを与えれば毎回ダウンしてくれたのに対してっていう感じなんですけれども、この中で一番頑張んなきゃいけないところがあります。もう手を、今回の手を戦で一番頑張んなきゃいけないところ、それはこのダウンしてるとき、このダウンしてるときにいかに攻撃を当てるかというところになりますね。私はこれがもう無理、センスなし。何がセンスないかって、風圧を修正できないんだよ自分。なんで今までやってきたじゃんって思うのに、なんか今回やったら全然できなくて、もう訳が分かんない。だからもう4分台出せなかった、私もう先に言うけど、とりあえず初日は出せなかったっていうのがもう現実です。でも、もうめちゃめちゃ大事なのよ。もう本当にここ修正もらえるかね、もらえないかでね、もう全体的なタイムが全然違うので、もう修正できる人はね、自分を誇ってください。もうセンスありですよ。よかったですね。というわけで、ここです。まずは修正をもらいます。で、修正をもらった後どうするかっていうと、頭に3月として、3月としてプラス1月をやります。もうこれがワンセット。もうこれがもう最高。もう美しいワンセット。これを必ず頭に当てること。で、何がこれが大事かっていうと、これ大体2200ぐらいのダメージを今回の装備で与えることができる。もちろん装備に関しては後で紹介します。今回ね、その2200ぐらいのダメージを与えることができるんですけれども、で、この後にダウンを開けるじゃないですか。たった1月当てるだけで次のひるみに行くわけです。大体だから2300から400ぐらい必要なのかな、ダメージがね。なので、ダメージを出すことが今回は大事、かなり大事なんですけど、そのために主星をもらうっていうねことでした。難しいんですよね。でもね、主星もらうのも大変だし、主星もらったとしても、例えば、ね、手を、あの腕のせいでなんかね、腕に介護されて後ろの方に引きずり回されたりとかしてしまうので、なかなか頭に安定してダメージを与える。まあ、攻撃、頭にダメージを与えるとか、攻撃を当てることがね、難しいんですよね。腕とかに吸われてしまうと、ダウン分け一発でいいところが2発、3発、4発ってね、どんどん変わっていってしまって、手が動いて時間がかかってしまうっていうことになってしまいますので、このダウン分けに一発で当てればいいっていう状況を作ることが、全体の、もうなんだろうな、討伐時間をぐっと縮めます。1分とか1分以上縮めることができるので、まあ、今回の肝はもうここなんですよね。ダウン時により良い動きができるか、まあ、多分映像として出てると思うんですけれども、まあ、こちらをするっていうことです。私には無理でした。はい、というわけで次2つ目のね、大事なポイントなんですけれども、ひるみがかなりいっぱいきます。傷つけするタイミングが。だからランスはね、毎回傷つけしちゃダメなんですよ。毎回傷つけしてしまうと、まあ、別にしてもいいんですけど、時間がかかってしまうので、投破時間かかってしまうので、一回傷つけたら次の傷つけタイミングで傷つけせずに離れて攻撃するという選択肢を取りましょう。こうした方がダメージを出せるし、次のね、ダウンすぐに持っていけることができるので、とてもおすすめとなっています。で、覚えておいてほしいのが、3回目のひるみのタイミングが終わった時点で、テオは怒りが終わります。だから、なんだろうな、攻撃して離れた時に、まあ、実践の時にね、そのテクニックをお見せしますが、なんだろうな、すぐに怒らせる方法がありますので、そこは後で楽しみにしていてくださいということでした。では次、装備の方の紹介なんですけれども、ごめんなさい、火力寄りになってしまいました。本当に申し訳ない。安定寄りの装備を紹介するつもりだったんですけれども、本当に5分台とかじゃなければ全然いいんですよ。6分以上、だから7分、8分かかっていいっていう方だったら、こう火力寄りする人は全然ないんですが、まあ今回はちょっと5分寄りのね、タイムを出したいっていう方のための、まあ、装備紹介になりますね。まあ、こんな感じになっています。まあ大事なポイントは、まず氷武器を使うということ。二
普通のね、弱点だったら水なので、他の TA だと水属性の方を使っているんですが、まあ、テオに関しては、まあ、氷属性で攻撃すると、炎まといから粉塵まといにはならないんですよ。ずっと炎まといになってくれる。だから粉塵系の攻撃があまり使わずにいてくれるんですよね。それって結構大事で、なんでかっていうと、このガード性能1のところに関わってくるんですけれども、ガード性能1でノックバックしてしまう攻撃に関しては粉塵系しかないんですよね。粉塵の攻撃だけ、普通の粉塵だったらノックバック中。で、めちゃめちゃオーラが出ているやばい粉塵に関してはノックバック大になってしまうので、まあカウンターでノックバック、罰でパワーガード以降反撃っていった方法を取ります。まあ、この体力増強を削ったり、まあガード性能を削ったりするために、まあ降臨しました。まあ普通にここガード性能5とか、爆破耐性3積んでるのであれば、ここ氷属性で、には全然しなくていいと思います。水属性でいいと思いますけど、それに対する恩恵が少なすぎるので、今回は、氷属性でいくという形になりました。この持続中3に関しては、普段だったらね、合人研磨とかの目的で使うことが多いんですけど、今回は怪力の種と粉塵のために使ったという形ですかね。普通本来であれば、あれはなんだろうな、3分ぐらい、3分かなの効果時間なんですけれども、1.5 倍なので4分半の効果時間になります。つまり今回戦ってる間ほとんど怪力の盾と粉塵が発動してくれるっていうわけで、かなりの火力スキルになってるわけなんですよね。アイテム使用強化なんて普段使わないなっていう方でも今回は全然使っていいと思いますので、ぜひぜひ使ってみてください。ソイに関してはアサシのソイだけ使います。強度使ってますけど、使いません。で、回避も使わないでください。前のクシャと一緒にダメージ超過して ハメではないけど、ヒルミのダメージ消化してね、次のヒルミまでが大変になってしまうので、アサシンだけ来て頑張ります。てなわけで、実戦の方で解説していきましょう。さあ、それではやっていきましょう。まず中で飛躍を伸びます。その後すぐ外に出て、キジ薬グレート、怪力の種、粉塵と使うという形ですかね。クシャの時と違って、まあ、すぐ外に出て、まあ、こうやってテオに気づいてもらうっていうのが大事かな。一回この上に上がってもらうんですよ。そしたらこうやって上に上がってきてくれるから、その上がるとタイミングでこっちは降りて、アサシをそういうスキル。で、この下に炎があるじゃないですか。その前で待って、こうやってカウンタークロスウェーブ頭に貼り付けるので、まあ貼り付いてないんですけれども、少なくとも貼り付けるから、まあこうやって振り向きをやって怒らせるっていう。これがまあ基本的な流れかなと思います。さあ、ここからまあ戦い方なんですけれども、基本的にテオの戦い方ですね。2月までにしとく。2月か1月。3月は欲張らない。3突きすると噛みつきに持ってかれるので、まあ、こういう粉塵系に関してはパワーが、もし強いね、粉塵が来てたらただのカウンターにして、それでノックバックするので罰をして、パワーが以降反撃っていった方法ですね。さあ、ここからですね、3突き突進で、もう1回3突き突進と、でもう1突きで、ここで、まあ、ちょっとダメージが今回は足りてなかったですね。もう一突きすれば絶対にヒルミがもらえるんだけどヒルミがもらえるんだけど当たらなかったと。さあ、ここから、またちょっと、まあ、飛び込み突き慣れると飛び込み突きで近づいてちょっと攻撃した後に貼り付けるんですけど、慣れない方はすぐ武器しまってでもいいと思います。ちなみに4分台を狙う方はここのタイミングで傷つけをするという形ですかね。1回目のヒルミで傷つけを行って、それ以降は1回も傷つけを行いません。まあ、傷は維持できてるけど、普通に毎回離れて攻撃する方法を選びます。で、ここも綺麗に決まってるから、あ、決まってないな。ここ主星が発動しなかったか、ダメージが足りてなかったっていう感じですかね。で、慣れてくると、あ、ここもう次当てればひるむなっていうのが分かるので、攻撃した瞬間に後ろにバックステップをすることによって、まあ、なんだろうな、ヒルムの時に離れた手をと距離を縮めることができます。すぐ攻撃できるってことですかね。まあ、ここはね、また下通り抜けてほしかったんだけど通り抜けられなかったですかね。突進しない時の対処法としては、普通に向かって右側からガードダッシュをする方がいいと思います。飛び込み付けをすると頭の方に行きますね。で、これうまく決まってるパターンですね。3突きやって、で突進で1突きで、ダウン脇に一発ずつすぐに下がる。で、こういう風に距離を詰めて攻撃する回数を増やせるんですね。で、これは3回目なので怒りが治ります。で、そういう時は張り付いて
離れて3突きで、もう1回3突き終わったら張り付いてっていう感じですかね。ちょっと今分かりづらかったと思うので、もう1回見ていただければ分かると思います。張り付いて3突きで、もう1回張り付いて振り回しっていうことで、なんだろうか、一番早い方法で怒りに移行させるっていう感じですかね。ここがいつもとね動き方違うので、何回も見て、勉強してみてください。でこんな感じで、今ねダメージは足りていたんですけれども、これ2回目の怒りに入った時は確定なのかな。高頻度で、ひるみのタイミングが来てもひるまないんですよ。ダメージ蓄積は足りていても。あとこれ強壁つけてないので、これは本ターンだったらガードできないんですが、パワーガードを早めに入力しておくことによって、まあダメージを食らったとしても途中からね、あのパワーがついて、パワーがっていうか強壁がつくのでダメージ量減らせます。だから強壁つけなくても全然いいんですよね。もしくは慣れてないよ、今のなんだろうな、パワーガスでちょっと自分自信ないよっていう方は、まあ、もちろん練習も大切だと思いますけど、普通に距離が短い、判定が少ないんですよね今のブレスって。下にこのマスターモーションの下のブレスって、だから離れてやり過ごすっていうのも一つの手かなと思います。あとはこんな感じかな。あとまあなんだろうな、ちょっとまだ試行錯誤のところもあるんですけど、こうやってなんだろうな、傷つけが終わるんですよ。この傷つけをどうするかを考えて、自分はここにしました。ここで1回突進して、また3突きか2突きやった後に傷つき、まあ2突きがいいかな。でこうやって傷つけをすると、自分は今この選択を取ってますけど、なんかもっといい方法があるので、またそれは皆さんでちょっと模索してみてください。また自分も見つかったらご報告させていただきます。これはね、もう3突きやろうとしたでしょ、こういうことになっちゃうんですよ。だから3突きはしない、2突きまでにしましょう。でこれはまあ終わるだろうと思って、張り付くのをやめました。まあ、張り付いた方が良かったなって今更思うんですけど、まあ、粉塵をなんだろう解除した時とか、炎やられを解除した時、どちらも朝日につけている添付が発動するので、かなり発動しやすくはなってます。もう一個ね、攻撃をつけてもよかったんですけど、まあそれよりかは、まあ耐爆銃つけた方が、まあ、安定するのかなと思ってつけてるっていう形ですかね。というわけで、今回はテオの周回という、まあ5分台をね、目指す回り方っていうのを紹介させていただきました。これに関しては今まで自分もやってこなかったことだったので、ただ純粋に、まあダメージ出してダメージ、まあこっちはね、被弾しなければいいやぐらいで戦ってたんですけど、タイムを縮めるためには、まあ、ダメージ調整、まあ、ひるみ調整っていう感じですかね。細かいところで詰める方法っていうのを、まあ、かなり今回で、まあ、学べたかなと思います。皆さんもね、ちょっとまあ自分と一緒に、まあ、頑張って、結構上級者向けではあるとは思うんですけれども、ひるみ調整頑張っていきましょう。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。またね。